皆さんこんにちは、町田ご当地アーティスト、和洋ソウルシンガーソングライターのあやしょるです。よろしくお願いします。本日は12月4日町田市役所で開催される市民共同フェスティバル町カフェに出展される手作りケーキのお店キャラメリーゼさんをご紹介していきたいと思います。それでは皆さん行ってみましょう。こんにちは。チーズの香りがすごいですね。あ、そうですか。なんかチーズの香り、クリーミーな香りがすごい。 ありがとうございます。皆さん見てください。いっぱい美味しそうなのありますよね。うわ、美味しそう。はい、それでは商品の紹介をしていきたいと思います。まず皆さんご注目ください。こちら、ケヤキロール、じゃじゃん。こちらね、大きいサイズと、こちらがミニのサイズになっているんですけれども、こちら町田の名産品になってるんですよね。はい、そうです。こちらはどういった、アーモンドのスポンジにバタークリームで、真ん中がマロングラッセが入っております。あ、ちょっとだけでも結構濃厚な味で、リッチな味わいです。はい、ちょっと楽しみです、はい、それでは次の名産品を見てみたいと思います。じゃじゃん、豆腐カステラ。これ珍しいですね。名前からしても結構珍しいです ね。豆腐カステラっていう。そう、生地の中3分の1お豆腐で、はい、普通のカップケーキとかの5分の1のカロリーで、なおかつ全部にハーブが入っていて、まあ、一応食べると元気になるお菓子っていうコンセプトで作ってます。すごいですね。それご自分で提案されたんですね。はい、すごい。こちら豆腐カステラ、町田の名産品になっておりますので、皆さん当日ぜひ食べてください。そして当日、さっき私入ってきた時にチーズの匂いがするって言ったと思うんですけど、わかりました。こちらでございます。チーズスティック、こちらになります。こちらがね、私の鼻を多分一番最初に虜にしたんだと思うんですけれども、チーズスティック、こちらはどういったものなんですか。ベークドタイプのチーズケーキなんですけど、はい、土台がこうビスケットで、はい、まあ、ほろほろ崩れるような食感 で上は固い濃厚なレモン風味のチーズ。へー、じゃあ2段になってるところですか。そうです。へー、すごい。こちらね、食べ歩きもなんかそうなんですよ、できそうですね。結構大人の方から子どもの方まで、はい、幅広く結構食べ歩きとかもできる、すごいお手軽サイズになっているので、皆さんこちらも当日は出店しますので、ぜひ食べてみてください。よろしくお願いします、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、こちらのお店で何かこだわってることとか何かありますか、そういうのって。地元の牛乳を使って、地元の町田の牛乳ですか。はいはい、町田の牛乳、はい、私町田の牛乳があるっていうことを今初めて聞いたんですけど。そうなんです、ちょっと高いんですけど。あ、そうなんです。そうなんですね。でも美味しいので、あ、皆さんもよかったら。牛乳だけですか、その他と何か使ってるのありますか。卵とかお野菜とかも使ったり。町ベジですね、はい、町ベジです。町ベジ使われて、はい、そうなんですね。じゃあそういうの使われてる商品があったりとか、例えばどんな商品、はい、そうケーキとかで言うと、シュークリームですとか。あ、本当だ、はい、シュークリーム、美味しい牛乳と美味しい卵で作ったシュークリームです。あ、これが町田の素材を使ったものなんですね、はい、あとショートケーキですとか、 あとプリモですね。定番ですね、ショートケーキ、美味しそうですね、はい、プリモ。はい、皆さんお待たせいたしました。キャラメリーゼさんの名産品を今日はご試食させていただきます。こちら豆腐カステラ、先ほどご紹介した豆腐カステラ、実は味が3つありまして、今日はですね、喉にもいいと言われているココア&シナモンをちょっといただきたいと思います。はい、はい、あ、ここで、あ、はい、切りやすくなってるんですね、はい、いいですね。ちょっとじゃあいただきます。あ、見てください、色がいい色。うわー、美味しそう。 ありがとうございます。あ、シナモン風味がすごいですね。シナモンがすごい、やっぱ強いですね、シナモン。じゃあちょっと一口いただきたいと思います、
いただきます。うん、しっとりしてますね。口当たりが軽いですね。すごい。そうなんですよ、すごい軽い。あ、しっとりしてる。この上の生地が結構しっとりしてて、中がふわふわになってて、多分見ていただければわかると思うんですけど、なんかこれは健康にいいっていうふうに先ほどお話伺ったんですけど、はい、なんかどのように健康にいいんですか？まあ、ハーブを全部全種類に使っていて、うんうんうん、であとカロリーもまあ控えめでっていう、まあ、その時の体調に合わせて選んで食べてもらってもいいっていう感じですか？なるほどなるほど。はい、皆さん見てみてください。こちらケヤキロールでございます。ちょっと匂いを嗅いでみたいと思います。あ、マロンとバタークリームの匂いがすごいいい香りですね。ありがとうございます。こちらアーモンドのスポンジですよね。ちょっと普通のスポンジよりもそうしっとりしっとりしてますね。で濃厚です。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。あ、ほんとな、全然普通のスポンジと違いますね。そうですね、しっとりしてる。バタークリームと マロンがすごいいい感じになってますね。うわー、すごい。おいしい。ちょっともう一口いただきます。うん、歯ごたえも結構しっかりしますね。そうですね。あ、でもこれをちょっと溶かして、あの常温状態に1時間とか2時間置いてもらうと、はい、またちょっとクリーミーなあのバタークリームになるんで、また違う美味しさになります。食べ方もいろいろあるってことですね、はい。すごい。このまたバタークリームがすごいしっとりしてるから結構食べやすいですね。後味もすごいさっぱりしてて食べやすいですね。これ一番人気ですよね、もちろんお店では。そうですね。一番人気ですよね、はい。匂いからしても食欲をそそる。わあ、本当にいい匂い。結構これ季節限定ではないですよね。もうあの一年中。一年中ですね。一、はい、年中マロンが楽しめるこちらケヤキロール。私ちょっと気になったんですけど、はい、町田の木をイメージして作られてるっていうちょっと情報を仕入れたんですが。そうなんですよ、はい、そうなんです。町田市の木がケヤキでして、町田市の木をこうイメージして作られてる。そう、ロールケーキをあの幹に見立てて。あ、はい、確かにちょっと見ていただくと幹ですもんね、これね。ありがとうございます。すごいですね。やっぱ町田のこうイメージも、ね、はい、取り入れた名産品。皆さんこちらぜひ食べてみてください。はい、皆さん、キャラメリーゼの鈴木さんにお越しいただきました。ありがとうございます。本当に美味しいケーキいっぱいありがとうございます。こちらこそありがとうございます。キラキロール癖になりました。ありがとうございます。それでは12月4日の意気込みを一言カメラにお願いします。バチカフェ頑張ります。でいいですか？大丈夫です。それでは皆さん12月4日お待ちしてます。よろしくお願いします。